はい、はじめましてというか、別府プロジェクトの林です。よろしくお願いいたします。別府受付大学は去年から始めてですね、今年2年目ということで、この前に僕ら別府プロジェクト学部という形、別府プロジェクトカレッジという形で、こういうレクチャー系のことを始めて、それを入れるのは3年目ということで、今年はちょうどコミュコン戦世界という企画が秋にあるので、主にそれを中心にこの後の時間というので、取り上げていこうかと思ってます。で、それ以外にもですね、別府プロジェクトが、いろいろアートプロジェクトを街の中でするんですが、その際に、アーティストがいろいろ来るためにですね、特別講座ということで、いろいろとアーティストトーク等は、積極的に行っていこうと思いますので、またそのこともご案内させてもらいますので、ぜひお越しください。で、今年度からですね、このアートの時間ということで、さっきの紹介がありましたように、コミュコン戦世界の話をしていくと。で、少しもう少しカジュアルな形で、普段ちょっと聞けないような話とかも積極的にしていきたいなと思っているので、ちょっとお菓子になったり、ちょっとドリンクの方を振る舞わせてもらってますので、本当に気楽な気持ちで聞きながら、僕もどんどんモデレーターとして皆様の今後にですね、話を振っていきたいなと思いますので、なんか質問あったら、またいろいろ質問していただければと思います。またあとですね、本日後ろにちょっとカメラありまして、Facebook 等をやられている方いるかもしれませんが、Google がですね、Google プラスというサービスの方を始めまして、で、ちょっと来月ぐらいから、この別府煙大学も一つの Google の公式プロジェクトとしてやってほしいという話を、向こうからいただきまして、今日ちょっとうまくいくかわからないんですが、試験的にその Google プラスというもので、配信させてもらってます。一応生中継なんで、外にも出てると思うんですけど、でちょっとその顔が出たりすると困るとか、ちょっと自分の発言は残ってしまったらまずいということがあればですね、発言する前に言っていただければ、もちろんカメラ等を聞いてですね、ここにいる時間を優先して、お話していきたいなと思いますので、遠慮なく、お話していただければと思います。ただその前置きがね、長くても大切だと思うんで、早速第1回目に始めたいと思うんですが、今回第1回目はですね、別府プロジェクト、うちのスタッフにとってもボスですね、を呼んで、コミュコン戦世界は何かという話を、しようじゃないかという話になったんですが、でもどうしてそもそもこういう芸術祭をこの街でやろうと思ったのか、で、彼がなんでそういうことを思って、別府に帰ってきたのかなということを、僕は2006年から別府プロジェクトに関わっているんですが、そういえば初めの頃はよく聞いたなと。でも最後最近いろいろ忙しくなってそういう話もしなくなってるんじゃないかなということもありまして、この際、ここに来てくださる皆様と一緒にそういうそもそもなんで別府プロジェクト立ち上げたのっていうところからですね、いろいろ話を聞いていけたらなと思って、第1回目の講師として身内の子をですね呼ばせてもらったということになります。それでは山根さん、改めましてこんにちは。はい、山根です。実は昨日の夜から仕事が立て込み、うちのスタッフ何人かと僕は徹夜で作業していた関係で、ひげが伸び放題で大変こういう場で見苦しいわけですけれども、頑張ってお話しさせていただきたいと思います。で今、林からも説明させていただきましたけれども、今回その第1回目、コミュコン戦世界について考えていくようなこのトークシリーズの中で、どういうことを考えてこの事業を進めているのか、さらに、そもそもの母体となっているこの別府プロジェクトという団体はどういうことをしてきたのかということについて改めて話を聞きたいということがあったんですね。でうちも今、新しいスタッフも増えて、せっかくなので、じゃあこの場で話をしようということで、今から話をさせていただきます。でまずそのベビープロジェクトをこの立ち上げたわけですね。でこのベビープロジェクト2005年から活動を始めています。で2005年の4月に一応というか、任意団体として発足したんですね。でそれに少し、戻りますけれども、2004年からスポーツ準備を始めました。で実は私はですね、最近もうそういう姿を皆さんにお見せしておりませんけれども、作品を作ることを仕事に
にしているんですね。で、作り手なんですよ、今回は。で、2004年の秋まで実はフランスで仕事をしていました。で、その時は、実のところ日本に帰ってくるという僕の中で、考えているのは実はもう一番遠いでもなかったんですね。で、まあ、そのままヨーロッパで仕事をしていく作家活動を続けていくんだろうなということを、まあ、考えていた矢先、おそらく2003年末から2004年の頭に頃なんですけども、インターネットでですね、ある記事を読んだんです。それはの初代観光庁の長官の本舗さんからいらっしゃるんですね。この方が書かれた文章、おそらく朝日新聞に寄稿していたと思うんですけども、今は別府面白いという記事があったんですね。で、私自身は大分県出身、大分市の出身です。で、実は別府の人間ではないんですね。で、未だに実は別府に住んだことがないという、で、勝手にこんなことをしているということなんですが、ともかくその記事を読んだときに、ああ懐かしいな、子供の頃、そういえば今からも36年前のことでしょうかね、まあ、家族に連れられて別府に行った時の思い出がうわーっとこういろんな形で、まあ、蘇ってきて、で、その文章の中に出ている方々に、まあ、ぜひ会いたいなと思いました。で、その文章の内容はですね、まあ、今別府の中で、新しいリーダーが出ていると、まあ、40代50代の方々ですね。で、例えば散策ですね、街歩きですね。で、街歩きが別府はとても盛んなんだという話が書かれているんですね。で、僕の中での別府というのは大変失礼なイメージかもしれないけれども、団体観光客向けのサービスをしている、個人が別府に来てもなかなかその泊まっていくというのはちょっと難しいような街に僕の子供の頃はやはり感じていたんですね。で、その散策の、まあ、記事の紹介の中で、一人でもそのツアーに参加したいという人がいたら必ずツアーを出すんだということを書かれていたんです。で、確かにそれは当たり前のことかもしれないけれども、そういう個人に向けたサービスというか、一人一人を大切にするサービスというのが別府で起こっているということに、正直本当かなという感想を持ちました。で、実はその時僕はパリにいたんですけども、国際電話をかけて市役所に電話したんですね。で、こういう記事書いてるけど、いや、それ間違いありませんということを言われて、あ、そうなんだ、で、この記事に書かれている人たちに会いたいと思って、とにかく、別府に行ってみたいという思いが強くなったんです。で、その記事に書かれていたのは、まあ、いろんな散策の方々もありましたけども、ハット音楽さんとか、今日から音楽が始まりますね、そういう方々が出ていました。で、こういう方々にとにかく会ってお話を聞くようにしたい。ただ、私自身はそのアートということを仕事にしている中で、その別府という街っていうのは、子どもの頃の記憶、さらには、まあ、今でもいろんな意味でそのすごく僕にとってはユニークだし、とても大切な場所なんですね。大切な思い出のある場所なんですね。で、その場所はすごくそのいい街だなと思っていて、で、この街で僕が出会っていろんなアーティスト、なんかそういう文化関係者でもいいんですけども、こういう方がどういうふうに別府の街を見てくれるのかな、その方々がどういうそのインスパイアというか、感想を持って別府の街でどういうそのこう創造性を発揮して作品を作りたいという創作意欲に駆られるのかなということにすごく興味を持ったというか、で、僕の場合はですね、そういうことを興味を持つと絶対に見たいんですよね。で、その作品を見たいというよりも、その作品が街の中でどんな風に作られていくのか、その過程も含めてすごく見たい。今まで多分別府という街ではその現代アート、こういう文化がすごく新しい文化的なものというか、価値の定まっていない文化的なものというのはなかなか見る機会がなかったかもしれないけれども、この別府の街の中でそれがどのように輝いて見えるのか、そうではないのか、それを見たかったんですね。で、なので、僕はそのこう団体を組織したりとか経営したりということは全くの素人、から、まあ、始めて、2004年の10月に帰ってきて、で、まあ、団体を作るっていうことで、まあ、そもそもその前に別府に知り合い誰がいたっけっていうことから始まって、で、まあ、唯一知り合いと言えるかなっていう人は1人くらいしかいなかったんですね。
でそこからまあ始めていって、まあなんとか、まあ、じゃあ講座を作る必要があるのかなとかいろんなことを考えて全くその資金ゼロから始めました。でこれ誰からも頼まれてないんですね。でとにかく僕の中で、なぜ別府プロジェクトを立ち上げたのか、これ一言で言うならば、その見たことのない風景を僕はどうしても見たい、見たかった。で、その見たことのない風景っていうものは、すごくもしかしたらおぼろげなんだけども、すごく高い山なのかもしれないし、遠くにあるものかもしれないんだけども、で、行ったことのない場所に、行ってみようということで、例えば林君だったりとか、家君とか若いスタッフ、まあ、と当時学生でしたよね、まあ、林くんは3年生とかだったけども家入くんが1年生とかだったんですね。で、まあ、そういう話をして、それがどんな風景なのか、アートって何なのかっていうこともわからない中で、まあ、みんなで一緒にいろんなことを考えながら進めてきました。でちょっとこれ前置きなんですけども、じゃあ具体的にその立ち上げてきてから何をしてきたのか。でそのアートをこの街の中で作品を見たい。でそれはおそらくアートフェスティバルのようなものなんだろうな、アートフェスティバルが別で立ち上がったら面白いんじゃないかなというところ、もう単純にそこから始まりました。じゃあそれを実現していくためにはどうするのか、別府らしいアートフェスティバルのあり方はどうするのか。でもちろんそれを最初にいろんなことを考えるんですけども、同時にやはりその走りながらも経験しながらも別府らしいあり方っていうのを模索し続けてきています。で、まあ、今出ているこの画像なんですけども、これ別府プロジェクトが立ち上がってですね、一番最初の企画です。プリーズ先導ジャンクフードという企画なんですね。でこれ駅前通りのブルーバード劇場、ちょっとあれですね、分かりにくいかもしれないブルーバード劇場なんですけども、でそこで演劇の公演を行ったんですね。でちょっと分かりにくいですよね、ちょっと話しますあれかな。で入り口ここなんですよね、映画館の。でこれ列がずっと並んでるんですよ。で180名くらい満席で、実はこの時僕らは最初にいきなりするイベントでちょっと大きすぎるなと思いながら始めたんですけども、おかげさまで大入りで立ち見も出て、でこれお客さんが入らなかったら実は多分今別プロジェクトやってないんじゃないかなと思う、わけなんですよ。でつまりどういうことかというと、こういうことをやっていく、始めていくときに見たことのない風景に近づいていくためにはですね、それをどうにか見たいという欲求がすごく必要で、そのためには小さいけれども少しずつその成功体験的なことを積み重ねていきながら、もっと見たいもっと見たいっていうような欲求が高まってきて、すごく重要なんだろうなということをこの時実感しました。で演劇自体はですね、少しこういうエキセントリックな女性ばかりで完全素人、その人たちが透明のドレスを着て、なんか胸にベーグルのブラジャーみたいなものをつけてっていうような演劇、演劇というかライブ演劇というようなものなんですね。でこういうものを、最初に始めたんです。であと今ブルーバードって映画館の中で行った演劇ですけども、これ2007年に開催した竹原温泉ですね。竹原温泉の1階ロビーがありますね。でその部分、その場所で、深夜12時くらいだったのかな、から翌朝の6時くらいまで1番風呂、それから0番風呂ですよね、0番風呂に最後みんなで入って帰ろうというようなイベント、まあクラブイベント的なものなんですけども、踊ったりすることもあったりとか、例えばそのマジシャンのような人が出てきたり、オカリナを弾く人が出てきたり、ダンスをする DJ が出る、ライブペインティングなど、いろんなことが15分単位くらいでどん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 進行していくようなイベントも開催させてもらいました。でそれはその、真夏の温泉の中で、温泉のロビーでみんなで汗をかいて最後温泉に入る、お風呂に入っていくというようなイベントになるんですけども、であとはですね、いろんなことをしてるんですけども、例えばこれ大分県内の公立小学校中学校にアーティストを派遣するというプログラムをトヨタ自動車さんと共同でやっていました。3年間とやっていたんですけども、この、画像は、別府の中部中学か、
ですね、中学校です。でそこで、まあ、あの熊本に住んでいるあのアーティストがいます。岡山さんという方なんですけども、その方に来ていただいて、彼がその、まあ、中学生たちと一緒にシャボン玉を大量にあげて、それで虹を作ろうというような、まあ、企画を考えていくんですね。でただ単に虹を作るということが目的ではないんですけども、いろんなことを、まあ、子どもたち、中学生たちが考えるきっかけになっているワークショップ、他にはですね、別府であの小学校でもやりましたし、あとはあ、まあ、県内いろんなところに行って、いろんなその美術だったり、ダンスだったり、そういうアーティストが、授業を作っていきました。であとですね、まあ、日本を代表するということを上に書いてますけれども、2006年に開催した、まあ、展覧会なんですね。宮島達夫というアーティストがいます。でこの方はですね、デジタルカウンターというものを使って作品を作ることが有名なんですけども、パフォーマンス的な、まあ、映像作品を作ることもあります。でそのパフォーマンス映像というのは、彼が何かを演じるというだけではなくて、一般の方々にも演じてもらうものです。で別府に来て新作を作るということになったんですね。それが温泉の泥を使った作品であるということなんですね。でどういうものかというと、これは明晩の湯の里さんで撮影させていただいたんですけども、まあ、一般の参加者40名くらいいるんですね。そういう方の前に、泥が、桶の中に入れられているんですね。でまあ、これ衛生的にも非常にあの気を使ったあの泥、まあ、俗に言うファンゴティカというものがあるんですが、その泥なので非常にお肌にはいいんですけども、で、その泥の桶を前に、987654321のタイミングで顔をバシャッとつけて、息が続くまでそこで息を止めているということですね。でこの、参加者は裸で、やってますけど、これ実は林くんなんですけども、でこれで息が続かなくなって、はーって息をすると、まあ、こんな感じでまた顔を上げるんですね。それからまたそのカウントダウンを始めて10分間くらいやっていきます。で最初の頃はですね、余裕があるんですけども、最後の本当に余裕がなくなって息も続かなくなって、そこで本当にそのこう人間のこう生命というのが見えていくような作品なんでしょうか。でそれをですね、街中で展示をしていこうと。で僕らはもともと拠点を持っていません。なので、この時は拠点を作ることか、拠点というかギャラリーを作ることから始めました。竹川温泉前にですね、今音楽ハウスという、 こうロゴの書かれた建物があります。居酒屋になってますけども、こちら の、 そのリノベーションを担当させていただいて、そこを、まあ、半年近くですかね、ギャラリー空間として使っていました。でこの音楽ハウスというところをギャラリーにして、この映像の、まあ、紹介、あとは宮島加藤さんのドローイングなども、まあ、展示をしていたということですね。であとはこういう看板ご存知の方いらっしゃいますかね。これは放浪看板なんですね。でそこに通りの路地が書かれた物語、路地の物語が書かれた、まあ、こういう放浪看板が街中に点在しています。2006年当時は52箇所、点在していたんですけども、まあ、こういうその緑色の看板、中には実は青い看板もあります。でこういう看板を設置していたり、でこの看板の、お話、まあ、その通りのお話についてまとめていくような、まあ、こういう、小冊子ですね。これは若い女性の方々が街を散策する散策をしてほしいなということを願って作った、冊子、街の記憶に会いに行くという冊子です。もうこれも今、全部売り切れてなくなっていますけども、ほんのちょっとプラットフォームに残っているかもしれませんが、こういう冊子を作っていて、でまたそのこういう路地を歩いていきながらトークショーをしていくような、これは7時間のトークショーをするイベントも開催しましたね。これ実はこの、手前に立っているのは女子スタッフですけども、この横に、左側ですね、この男性、これ末澤隆さんという方ですね。実は東日本温泉世界の総合ディレクターですけども、末澤さんが初めて別府に来たのはこの企画で、来られて、それから東日本温泉世界を一緒にしようということになったわけです。で
まあ、こういうその路地を歩いていく中でですね、やはりその、まあ、どうしても感じることがあります。昔あの華やかだった別府はどこに行ったんだろうということなんですよね。でその別府というものはこういうシャッター街にいつの間にか変わっていて、だけれども温泉資源とか輸出量、こういうものっていうのは、世界でもかなりのものを持ってるんですね。日本ではもちろん第一、源泉数ですね、に至っては2508本、日本の10分の1が別府にあるわけですね。輸出量、これ毎分8万リットル以上出ているわけです。これ1日に日本人に1人当たり1リットル供給できる量なんですね。そのぐらい資源があるけれども、やはりその町の中でこういうそのいろんなことがある中で、町はやはり変化をしていくわけですね。でこういうその、まあ、シャッターが閉まっているこの町の中で何ができるんだろうなということをおぼろげながらに考え始めました。でその頃ですね、別府の中心市街地を活性化する、再生していくということを目的とする協議会が立ち上がります。でそこに我々も参画することになって、その協議会と別府プロジェクトの共同主催で国際シンポジウムを開催したんですね。世界の温泉文化創造保障を目指してということで、この、シンポジウムの際に、まあ、いろんなその講師の方、創造都市文化による地域再生ということを、まあ、世界で、いち早く、紹介したチャールズ・ランドリーという方であったりとか、フランスの南都市という町を文化一本によって、再生していった、失業率が 40% ある町を、再生していった方であるとか、そういう方にお越しいただきました。でこの場でですね、私の方からも15分くらい話をさせてもらいました。でその時に配った配布資料がこういうものなんですけども、これあの、星座型面的アートコンプレックス構想という名称です。まあ、すごく単純に言うと、例えば複合的な機能を持つ建物がある。でそれを20世紀は一箇所に集中させて縦に、上に伸ばしていく、伸ばしていくことによって、まあ、効率の良い、まあ、建物、空間を確保していくということがあるわけですね。もちろん今でもそうです。で逆にそれを、点在させていく、ということになったらどうなるだろうということを、まあ、考えるものです。で、まあ、こういうその点在していくことによって、いろんな例えば A と B と C がつながったある種、まあ、星座のように見えるみたい、また B と C と D と E がつながった時には違う星座に見えていったりというような、そういう考え方を持つ、まあ、町の再生のあり方もあるんじゃないかと。一箇所どこかに目玉施設をどんと作っていくことではなくて、小さな拠点を少しずつのお金を使って、そこをすごく面白く、いろんな人が関わっていく場に変えていったらいいんじゃないか、それが町の中にたくさん生まれてくるとすごく素敵じゃないかなということ、つまり僕は町の中の人を歩いてほしいんですね。でそういう仕掛けを作りたいなという話です。で、このそのシンポジウムの時にですね、この方がそのチャールズ・ラントリーという方ですね、文化による町づくり、都市再生を行う方で、この方がおっしゃっていたと、創造的都市とは社会に関わること、環境に関わること、行政に関わること、そして政府に関わること、全ての分野において皆さんが創造性を発揮できる町のことですとおっしゃってましたね。でこれ僕が目から鱗でした。つまり何らか その例えば集客ができる、箱があるとか、すごく面白い場所があるとか、そういうところで、人間の創造性が発揮され、さらにそういうその何て言うかな、喚起されるんですね。喚起されて面白いことが生まれるんじゃないかな、それが創造的な都市だろうというように勘違いしていたんですね。でチャールズ・ランドリーさんが言ったこと、アプローチは全く逆です。つまりどんな人でも、それはもちろんアーティストもそうかもしれない、もちろん学生さんもそうかもしれない、主婦もそうかもしれない、行政の方もそうかもしれない、もうどんな方々でも自分たちが創造的な考え方が、まあ、ある意味許される街、許される社会のあり方というもの、これが創造的な都市なんだということです。
で、すごく僕はこの言葉に感銘を受けて、それから、断るごとにこの言葉に戻るようにと考えています。で、そういうことでですね、その星座型の構想からこのプラットフォーム、皆さん今ここにいるプラットフォームが生まれるんですね。で、これはこのプラットフォーム1の工事、してる最中ですね、土産物店、18年間空き店舗だった土産物店なんですけども、ここをこのように改装していきました。このようになっていますね。ここは2時間で500円って貸し出しをしているんですね。1日借りても2000円というような割とリーズナブルな場所なので、ぜひご利用ください。で、こういう場所を作って、皆さんお気づきかもしれませんけども、床が少し柔らかいんですね。で、これはもちろん下にこう土間というかコンクリモルタルを張っているんですけども、その上に少し隙間を空けて床を作っています。で、そうするとですね、どういうことが起こるか、例えばこういうこと、これ関西で、世界的に活躍しているダムタイプっていう、ダンス演劇グループがありますけれども、そこの照明の方ですね、それとこのダンサーの方、その2人組が、この場所を使いたいなと。で、そこでこういう、ダンスというふうにか分かりませんけれども、照明が赤になったり青になったり、黄色になったり、緑になったりって目がチカチカするんですね。で、僕もこの場にいたんですけども、面白いけども、でも何をやってるのかよくわかんないけど、こういうのを別に見れるのが面白いかなと思いながら、そうするとですね、こういうことはこのプラットフォームでやっていいんだなと思ってたら、次にどうなるか、すごくそれがこうちょっと飛び越えていくんですけども、で、これ少しですね、わかりやすい画像を持ってきているような、必ずしも、時系列ではないんですが、このプラットフォームが会場ではなくて観客席になって、で、それで、ダンサーが外で、演じていくような催し物が生まれていて、さらには、そのダンサーたちが街の中で同時多発的に、演劇ダンスを行っていく、それを、観客が見て回るんですね。これは必ずしも同じ、イベントのダンスをこう並べているわけではありませんけれども、で、この通り、これが今皆さんがいるこのソルパセオ銀座ですよね。で、この通り八坂通りというところだったりとか、こちらはまた違いますね、天狗のある八重通りなんですけども、それも八重通りですか。で、そういう場所で同時多発的にダンスが起こっている、これは指揮していたというか、企画を作られたのが今一番奥でパソコンを打っている佐藤さんという方が作られたんですけども、こういうことがどんどん起こっていくんですね。で、こういう企画が生まれますよっていうことも確か面白いんだけども、この中で非常に重要なこと、それは例えばですね、この人がマンホールに入っていこうとしているわけですよね。この人は風船の中から飛び出てこようとしている不思議な人がいる。で、これは何しているか、これ殴り合いなんですよ。で、そういうダンスだ、アートだって言ってるわけなんですね。知らないからびっくりしますよね。でも、そういうものを見て街の人が、ダンスだねっていうことで片付けて、行っていくっていうのはいいことなのか分かりませんけども、少なくとも街の寛容度というものが上がっていると思います。で、寛容度が上がればそれは全て正しいかというわけではありませんけれども、街の中、都市の中に隙間があるということは非常に重要なことだと僕は感じています。なので、このプラットフォームということを説明するために上に書いているのは、多様な方々が関われる空き地を街に作りたいということです。で、こういう場所でですね、プラットフォームが生まれていて、来週の月、火、水かな、皆様お手元の資料の中の一番最後、黄色いチラシがありますね。おもちゃの部屋と、こういう5月14日からって書いてるものがありますけども、このチラシなんですけども、アーティストが作ったおもちゃ、それをこの場で子どもたちが自由に遊んでいくようなイベントも今この場所プラットフォームで開催しています。入場無料なので、お子様やすい方はぜひ遊びにお越しください。で、この近所のですね、セレクトベッグという、商品を販売して、セレクトショップも今運営もしています。で、このプラットフォームですね、今現在8施設あるんですね。
でもちろんこういう施設を作っていくときには本当に大変なんです。ただ場所が欲しい、借りたい、じゃあそれを運営していけばいいということではなくて、やはり町の方々にご理解をいただかないといけないし、もう一つは、我々がそこを借りるということで完結させるのではなくて、より多くの人が借りやすくなる、引き金になっていけばいいな。つまり例えばこのスペース、これは通常ですと坪、何万という話をされるんですよね。で下手したらですね、このスペース30万円というような話になっていくことがあるんですね、30坪弱あるんですけども、でもこの別府の中でこのスペースで30万円借りると結構難しいんですよね。で特に若い人が何か起業しようとするとなかなかそれはリスクが大きくできない。で、実はこの場所はその3分の1、坪単価3000円でお借りするということになっています。で、そうすると10万円くらいで借りられるんですね。それでも3分の1に下がっていく。でそういうことを積み重ねていくと、それが一つの規定になって、少し借りやすくなるんじゃなかろうかなとも思っていました。で、こういうプラットフォームは今8箇所もらえていますけれども、これ永久別府劇場というストリップ劇場、これ後ほどまたお話しますけども、そういう場所を今うちが運営していたりとか、あとはその斜め前に P3 別府ラボという場所があります。これは総合ディレクターの星座隆さんが運営しているスペース。またさらに、5月の連休3日にオープンしたばかりのプントプリコグという場所が、生まれました。これは演劇のプロデューサーの方がオープンさせた場所です。でまだ今からイベントなどを開催していくようになると思います。で、こういうプラットフォームをですね、会場にしながら混浴温泉世界を開催するということになります。